クインシー・ジェイミー・オーイコール・アベイエは、オランダ・アムステルダム出身のサッカー選手。オランダのアマチュアクラブ SV ・ロビンホート所属。ポジションはフォワード。スパルタク・モスクワでのクインシー・アムステルダムに住む、ガーナ人の両親のもとに生まれ、アヤックス・アムステルダムのユース育成システムで9年間を、過ごした。2002年、ハイベリーでのトライアル中に注目され、同年9月に、 アーセナル FC へ完全一席。17歳で、アーセナル FC のトップチームでデビューする。2003年10月、カーリングカップのロザラムユナイテッド戦で、途中出場。同大会で2試合に出場した。アーセナル FC の U-21 チーム時代、対ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC、U-17 戦で一人で6得点を決めた。アーセナルでは、マシュー・コノリー。 ケリー・ギルバートと共に、アーセナル FC 関係者が、若手有望株三人衆と呼んでいた。FIFA ワールドユース選手権で U-22 本代表と対戦し、その驚異的な身体能力を見せつけた。フィジカルコンタクトに強いホンダ・ケスケを含む、日本選手が3人ばかりでも高速ドリブルを止められず、アシストを記録した。2006年1月31日、 アーセナルがクイーンシーと同じポジションでプレーをするエマニュエル・アデバ・ヨールやセオ・オルコットを獲得した影響によりロシアのスパルタク・モスクワへの移籍を決断する2007年1月にオランダ代表入りを断念し国籍を持つガーナ代表入りを決意した2008年1月アフリカネーションズカップ2008にてガーナ代表として初キャップを記録した 2010 FIFA ワールドカップの初戦セルビア戦の後半、終了間際にワールドカップ初出場を果たした。ありがとうございます。